さんこんにちは、マイチャンネルのマイちゃんとママです。今日は小遣いでなんか買いたいと思います。はい、まずはキキケっていう文房具とかが売ってるお店に行きます。今マイちゃんが一番大好きな文房具のお店なんだよね。うん、はい、かわいい。ほら、セールやってる今。うんうんうん。スティッカーブック。スティッカーブック。それもなんか欲しいって言ってたね、前。欲しい。スティッカーだけじゃなくてさ、こうやってさ、切り取るっていうか、押してなんか出てくる紙のやつ。すごい、なんかハサミもおしゃれだね。うん。これ何ドル？何ドルだろう。あ、でもセールになってる。11ドル。11.99、12ドル。12ドル。安くなってるね。これ買う。これ買うの？うん。あ、その柄もなんか好きって言ってたね。その柄も好き。このね、緑とかこの柄好き。うんうん、急にこういうなんかナチュラル系が好きになったね。パステルとゴールドが好きだから、うん、ネネが好きな色のものいっぱい売ってる。あー、これなんか赤ちゃんのだね。かわいい。あ、ママ好きだな。ベビーと、うん、このライトグレーの好きだな。あ、それもあるじゃん。これも、うん、あ、これも好き。ゴールドこれこの間マリが買ったやつだよね。うん、結構もうなくなってるけど。ペンめちゃくちゃ持ってる。ゴールド。かわいいな。このキツネのかわいいな。中にね。え、あ、あるじゃん、ママの好きな柄で。ペーパーラバーズ。どう？ペーパーラブスブックの方がこういうなんか折り紙っぽいやつ、すごいかわいい。スティッカーブックの方、ほらこれ見て、これ18ドルになってる。お得ですよ。でも これはあんまりか。見てるかね、かわいい。うん、おしゃれだね。すごいシンプルだけどかわいいな。どこにさ、ドラとか書いてあるの？え？ここの、AU。 AU？ うん、見て。 AU っていうのがオーストラリア。$9.99。 そうそうそう、これめっちゃ可愛い、もの好きだな。一つ目、ペーパーラブスポン。ここにね、葉っぱのシールとか貼るの、うん、葉っぱ。いいじゃん。このやつ、やっぱり前から欲しかったものを買った方がいいんじゃない？これでしょ？うん。後ろを見て、安くなってるじゃん。30ドルが18ドルになってます。18？ よかったね。この2つ。さあ、いくらでしょう？18足す？これいくらだっけ？12。30？ そう。そんな自信なさげに。どうしますか？これは何だろう？それは安くなってないんだね。9ドル9。うん、これはね、10ドルですね。お前ちゃん、これじゃないの？欲しいの。ペーパーラバーズブック。これは違うの？これは緑なんだ。あー、すごいじゃん、緑。かわいいね。え、それじゃなかったの？え、これがいいかもしれない。でしょう。こっちがいいや。30ドルで。うん、30ドルだ。やだよ。10ドル安いからこっちにしとくっていうより、本当に欲しいものの方がいいと思うよ。じゃあこっちの方が。じゃあ今日は、この緑のペーパーラバーズブックと、うん、あと
白の普通のステッカーブックと、うん、マスキングテープ。マスキングテープ。マスキングテープなんか、どんな柄？ピンクと緑と、うん、なんかピンクと白で書いてある。おしゃれだね。はい。買います。買いました。はーい。なんと嬉しいことにママがね10ドルオフのバウチャーを持ってたからそれが使えて10ドルそうそうそう50ドルだったのが40ドルだっただからまだボディショップ行けるよ 私ねあと15ドル持ってきたあ小銭もあるんだよねうん25ドル。じゃあ25ドル、その小銭を使おうとしたら25ドルあるってことね。じゃあまあとりあえず行きたかったボディショップへ行ってみましょう。はい。このボディショップのこの香りが好きなの？いちごとかローズとかハニーとか。え、まいちゃんは何の香りがいいの？とかいちごがいいの？ハニー。ハニー？あ、これ、うん、あ、いいじゃん。ハニー持ってないでしょ。いちごは持ってたよね、うん、あ、見て、バナナだって、バナナの香りってちょっとなんか大丈夫？ヘアマスク。なにこれ、バナナバスブレンド、なんだろう。お風呂に入れるやつ。バスフォーム、泡になるの？どれですか？あ、これ？なんて気になってしょうがない。本当だ、ボディーヨーグルト。あ、でもこれイチゴだよ。イチゴ。ボディーミスト。ミスト何？ボディーミストってさ、あのお風呂上がりにミストするのかな？わかんないよ。するんじゃない？ストロベリーの香りがするんじゃない？でも35ドルですね。あった。あるじゃん、ボディーヨーグルト。あるじゃん。はい、どんな感じ？いい匂いする。いい匂いする。うん。これはピンクグレープフルーツ。え、マンゴーは？バラとかいいかも。マンゴーもチャイニーズ。マンゴー甘そうだな。マンゴーすごいね。すごい甘い。すごいマンゴー。美味しい。すごいマンゴー。うん、すごいマンゴーだね。マンゴーが食べたくなる。マンゴー潰した感じ。これでシャワー入れると思う。それで体洗うんだよ。ソープ？うん、ソープみたいな感じ。ソープがいい。ソープとボディミスト。ピンクグレープ。これ？これがいい。いちごがいいの？うん、なんか好きだね。いちごが好き。あ、じゃあさ、あのボディシャワージェルのなんかセットがあったから見たら、もう一回。セットなんだろう。これあの値段をなんか3つくっつけたのと一緒だけど。うん、さっきより大きいねこれ。うん、あとあのみかんのやつ、あっちになんかあった。あ、いいじゃんこれ。ペンネネの好きなやつ。うんうんうん。薩摩って書いてある。これ足す。うん。ボディミストが欲しいの？うん、いい匂い。どう？ママの匂い。それもママの匂い？何ママの匂いって？ママのなんかシャンプーとかロキシタにやった。ああ、ロキシタの匂いね。お花の匂いだね。あー、すごい匂い。でもこれはちょっとなんか大人な感じだ。マンゴーがいいの？うん、マンゴー好き。本当？うん、じゃあマンゴーにしよう。この2つ。はい、この2つを、この2つの決定ね。うん、買います。これは何の匂い？あ、サンプルもらったの。あ、おお、ボディバターじゃん。よかったね。アーモンドミルク。気になってたボディバター。
さあ行きましょう。